我が家つぼくらのコーナー、私の〇〇を知ってくれ。うん。1月最終週スペシャルでございます。さあ、このコーナーはですね、オレマンメンバーが互いにみんなのことをもっと知っていくべきということでございまして、うん、リスナーの皆さんが知っているメンバーの情報をクイズにしてリークしていただくコーナーでございます。楽しい。はい。じゃあ早速メールたくさん来てますんで、読みたいと思います。はい、まずは広島県ラジオネーム氷さん。氷さん。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんのファーストキスはいつでしたか？渡辺舞さんのファーストキスは高校1年のクリスマスの時だそうです。渡辺さんは当時好きだった男の子に誘われて横浜の山下公園で夜景を見ていると男性に俺の気持ちに気づいてると思うけど好きだよって言われて嬉しくて泣きながら私も好きって答えて気づいたそうです。そういうことちょっと待って、なんか恥ずかしい。細かかよ。ただ渡辺さんはあることを思いながらキスしたそうです。それは何でしょう。うわ、気になるな。あ、待って待って、なんかもう全部話聞いて終わるのかと思ったくらいの感じ。ね、本当にすごい話なの。そうですね。何か俺の気持ちに気づいてると思うけど好きだよって言われて嬉しくて泣きながら私も好きと言ってキスしたんですけども、うん、キスしながらあることを思ってました。え、さあ何でしょう。はい。津田答えます。津田さんお願いします。さっき食べたラーメンのネギで口くせえな、お互い。お互い、違います。なんだろう。はい、クロちゃん。え、待って、いや、答えようとしないのに、あ、え、私、どこでそんなこと言ったんだろう。これ、わかります答え。ああ、なんだろう。え、マイパン。ああ、ああ、もしかしたら、昔、その、注意した相手がメール送ってきてくれるのかもしれない。そういうこと？氷さん。いや、無事結婚したんですよ、その人。私の初恋の人が。あ、そうなんだ。弁護士になって。かっこいい。かっこいいね。はい、何なんだろう。全然思いつかなかった。俺だから、今の餃子の行ったから、俺シューマイ行こうかと思ってたんだけど、違うんだもんね。あんまりキスというより、あんまり。じゃあ、ヒントか。はい、クロちゃん。はい。鼻くそ出てたらどうしようって。違います。違います。はい、翔太くん。すごい鼻息がかかるな。ああ、違います。そういうことじゃないですね。あ、違うんだ。ヒントは、俺の気持ちに気づいてると思うけど好きだよって言われたっていうとこですね。それを聞いて、私は、うん、嬉しかった。嬉しかったけど、うん、何を考えてた？うん。俺の気持ちに。あ、じゃあ、はい、意外と、マイプーは一回、伝えてるんじゃないかな。だから、私、気づいてると思うけどっていう、私一回告白してるのにな。違います。違う、はいはいはい、違うか。もしかして盗聴されてたのかな？怖い。そんなこと思わない。もっとヒントないんですか？もう多分出ないと思うんで。出ない、難しい。はい。もう言います。答え言います。言うんだ。はい。俺の気持ちに気づいてると思うけどと言われたが、全然気づいていなかった。ああ、もっと単純に考えれば。あ、そうか。そう、単純な感じだった。そうそうそう。イクミクイズみたいだ。どうですか？答えられなかった。すいません。単純で終わってしまった。気づいてなかったのに嬉しくて。気づいてなくて。全然気づいてなかった。まあでもなんか、デートってかなんか一緒に遊ぼうって言ってくれてはいたんですけど、高校生の時に。で、よく、なんか、初めて男の子と二人でよく遊ぶっていう感じだったんですけど、うん、でも別になんか暇つぶしで一緒に遊んでくれてるような感じなんだろうなって思ってたので、なんか、だからでも横浜で、横浜にクリスマスに誘われるっていうことは、きっとそういうことだよって友達に言われたんですけど、あんまりなんか経験もなかったから、まさかみたいな感じがそんな展開になっちゃって、そうなの？そう、だから鈍感、今より鈍感だった。嬉しくて泣きながらっていうのは、やっぱ相手のことちょっとやっぱり気になってはいたけど、まあそういうのが、なんかちょっとロマンチックだし、周りも風景もロマンチックだし、ちょっとなんか嬉しかったですよね、それ。甘い思い出でした。はい、いい話だね。恥ずかしい。なんかこんなところで暴露するとは思わなかったな。はい。はい。じゃあ続いていきましょう。はい。続いては、京都府ラジオネームデラデラさんです。はい。久松郁美さんは、はい、インタビューの中で好きな男性の仕草として壁ドンでもなく顎食いでもなく、うん、それよりもいいとしてある仕草を挙げていました、うん、それは一体何でしょう。なんだろう、覚えてないな。何壁ドン顎食いではない。これ答え見に行ってもいいんですか。なんだなんだ。あ、はい、はい、あ、仕草
スプーン、スプーン、スプーンっていう体勢。何それ知らない。すごい詳しいな。スプーンっていうの？どういうことですか？すくい上げるってこと？違う、後ろから、後ろから、こうなんか、こう、バックハグとは違うんですか？バックハグ、あ、バックハグっていうのか。それをスプーンって言うのも何なの？スプーンって何？どこの国だそれ？後ろからってやる。ヨーロッパ？スプーンじゃないでしょ、これ。便座でしょ、これ、便座。じゃあ日本製だ、日本製だ、日本製だ。とうとうね、とうとう。マイプが一生懸命やってるのにコッペパンみたいな。違う、やめ。いやでも後ろから、まあ要はバックハグか、私スプーンだと思ってた。バックハグに体勢は近いです。え、そうなんだ。はい、さあ何でしょう。え、近いの？近いです、体勢はね。近い。あ、だからで答えは壁ドンとか顎食いみたいな言い方をしてください。ああ、そういう言い方なんだ。え、そんな言い方、言い方造語的な。まあでもそのどうやって状況かっていうのを言ってくれる。でも体勢は似てるんでしょ。はい、床ドン。床ドン、どういうことですか。え、床にドン。床ドン流行りませんでした。床ドンなんてもう正常院の時でしょ。床ドン、どういうこと。なんかそれ以上のこと言われちゃったね、今ね。何も言えない、これ。どうしよう。床ドン？床ドン。寝そべってる上にこうやってってこと。そうです。違います。じゃあ、はいはいはい。後ろからですもんね。そうそう。頭ポン。違う。頭ポン？後ろから頭ポンって。それ何言います？ええ、壁ドンみたいな言い方。玉ドン。玉ドン。玉ドンって何だ？何だ、玉ドン。玉ドン。頭ドン。違うか。そんな略し方ある？玉丼。いやばい。ちょっと待って、ちょっと今のやばい。ごめんね、今年一発目やらかしましたね。面白い、面白い。違います、玉丼じゃありません。後ろはヒントです。後ろから合ってます。後ろから合ってる。後ろから合ってます。後ろからか、なんだろうな。まだ笑ってる。え、何、全然わかんない。後ろからでしょ。後ろから、後ろから、はい、あることをしている時ですね、女性が。え、あることをしている。ああ、はい、男性がかな。男性が、女性がからやるのこれ。いや、あ、男性が宿題してくれたもんね。男性、女性がやると思います。女性があることをしている時に後ろから。あ、はいはいはい、料理作ってる時。お、いいよ。目隠しタイム。なんで料理作ってる。危ない危ない危ない。包丁でなんか切ってる時に。壁ドンみたいな言い方すると。え、壁ドンみたいな言い方すると。包丁ドン。ドンじゃねえ。包丁ドン殺人じゃねえか。え、でも料理、料理。傷害事件になっちゃうから。面白い。料理、料理近いです。もう合ってます。料理ほとんど合ってる。料理。洗い物です。洗い物。洗い物してる時に。イクミンが洗い物してます。そしたら男性が。ガン。あ、はい。はい。洗剤を足してくれる。なんで？それなんて言うの？え？え？ザイドン。ザイドン。ドンじゃねえよ。ザイドンって何なの？ザイドンって何だよ。洗剤は剤器なくすな。なんで、ショウタンは一番上の方を抜いて、最後の方を取るの？タマドンと。ねえ。料理、料理。料理と洗い物ね。洗い物、洗い物してるとどうなります？後ろか。後ろか。なんだ。はい。腰がちょっと疲れる。疲れる。それよりも洗うってことは何を使います？スポンジ？スポンジ。いや、そういうことじゃない。そういうこと、そういうことじゃない。洗剤？洗剤じゃない。水？そう。水ってことは？水？水ってことは？え？水？え？後ろから。水を？もう。ああ、やだ。後ろから、バックから水をかけてくれる。直接だと、直接だと、なんか、水圧すごいから。なんて言うんですか、それは。それはなんて言うんですか。チョップ丼。あ、滑った。ああ、難しい。滑り知らずだったね、これ、ずっと。やばい、どうも、珍しい。珍しい。洗い物してて、濡れちゃいますよね。袖が。袖が濡れちゃいます。ああ、わかった。袖を男性が折ってくれる。それを
イクミは何と言ってるでしょう。え、壁のみたいな言い方で。さあ。あ、それが正解しないとダメなんだ。はい。え、袖を後ろからめくってあげる。袖くる、くる。あ、惜しい。え、くる。袖ポキ。え、ポキって何ちょっとだけ。袖食い。ん、袖食い。あ、惜しい。え、違う。袖食い。え、袖どん。どう伸ばすか持ち直した持ち直したとか言うから袖丸袖く、うん、袖く袖く、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 あ、袖くり正解袖くりでございます正解かどうか知らないですまくりそうなんですねでも私、うん、これ一等覚えないので、うん、多分作ってくれたかあ、そういうことか、はい、なるほどなるほどでもこれはどうですかあ、でもすごいいいと思いますけど、うん、私は、料理も上手じゃなくて、うん、台所にあまり立たないので、うん、そこに燃えるってことはあまりないかも。だから、慣れてないから、うん、洗い物とか得意じゃないから、やっぱ、そのままやっちゃうと思って。あ、なるほど、そういうことか。うん。袖繰りね。これどうですか女性はやられたら。あ、やられたことないけど、なんか、うん、やられてみたいかも。濡れちゃうよっつって。だって、体が半分かぶさるじゃないですか。うん、そうだよね。なんか良さそう。嬉しいかも。うん助けてくれ優しい人だなそれはな、うんうんうん、正解は袖くりでしたありがとうございましたさあ続いて、ちょっと時間の問題ラストなんですけども、ダースの問題がいいか翔太くんの問題がいいかクロちゃんの問題がいいかおはい誰がいいですかんみんな気になるのね、うん、もうダースじゃあ坪倉さんが好きなネタにしたらどうですか好きな内容で、うんうん、この内容当てたら面白そうだなとはい、うんじゃあ兵庫県ラジオネーム山ちゃんです山ちゃんはいダースさんは5歳の頃からバレエを習っていたそうですが、うん、小学校4年で実際にトゥーシューズをはい、トゥーシューズでいいのトゥーシューズ、はい、トゥーシューズを履いてからバレエの楽しさに目覚めてハマったそうです、はい、そんなダースさんははい、トウシューズにある加工をしていたそうです。それは何でしょう。加工してた、うん、ある加工。やっぱあの素敵なね、白いね。はい、うんはいはい、はい。足が長く見えるように詰め物。あ、思った。ああ、違います。そしてやりづらくなっちゃう。はい、そうですよね、はいはい。誰よりも目立てるように、うん、リボンとか飾りをつけていた。そんな昔からそんな主張してないっす。違います。確かに目立ちたがりだったな。はい、シューズにも心があると思って顔を描いた。おーおー、あー、かわいい。顔は描いてないけど、なんか近いですよね。え、どうだろう。どうですか、うん、うん。はいはいはい。あ、そうなんだ。惜しい。うん、いや、近くはないかな。近くはないか。うん。まあまあまあ、でも、うん。でも、なんか描くのは。遠くない。描くのは遠くない。うん。トウシューズですけど、遠くないですよ。いやいや、それはちょっと遠い気がしますね。あ、はい。マイク。なんか、お手紙書くの好きじゃないですか。はい。なんか、うん、いつもお手紙書いてくださったりとかするし、うん、なんかこう、文字書くの好きそうなんで、格言的なことをトウシューズに書いて。ああ、でも格言近いかもしれないですよ。うん、めっちゃ近い。言葉です。言葉、はい、うん。何と書いたでしょう。何と書いた。何書いた。はい。トウシューズに。やればできる。あー、違う。あ、じゃあ、はい。はい。飛べない豚はただの豚。いや、持ち直してますね。ありがとう。いいですよ、ありがとう。熟語です。熟語。熟語？はい。熟語？ちょっとね、バレエにはなんか合わない言葉っていう感じだしね、うん、ちょっとね。そうかもしれないですね。バレエってやっぱ繊細でなんかそんな感じです。でも私にはすごく、うん、今もなんか浮かぶ言葉かもしれないです。まあ、そうですね。そういうところは。今もそのスピリットをやっぱ持ってるなっていう。持ってますね。はい。はい、ガッツ。あ、と近いけど。近い。日本語で。それに近い日本語で。ガッツ。心。ガッツすごいガッツ今ガッツ言ったら二文字したここ熟語熟語二文字漢字二文字漢字二文字、はい、あでもあそっか正解した方にはトウシューズを差し上げたいないないないそれをですかそれをガッツ日本語男臭い系男気よく見てよ今もそのスピリットあります男気手術でも
え、その当時から結構あれですか、うん、負けず嫌いな感じですか、はい、あ、変わってないですね、うん、おー、はい、はい、根性、正解、嬉しい、マイプだった、すごい、ありがとうございます、確かにね、根性ね、嬉しい、おめでとう、素晴らしい素晴らしい、これ書いてたんですね。そう、あの黄色いサインペンで書いてました。なんで黄色かっていうのは、黄色はなんか成功の色みたいな。あ、その頃から、もう小学校の頃から。そう、こだわってやってました。目指し、上を目指し、なるほど。それは何ですか、それは特に関係ない。あ、さっきの何ですか、袖繰り、さっきの久松さんのが、2016年1月のプレイボーイの雑誌で、はい、壁ドンとかはどうって聞かれたことに対して、ドキドキすると思うけど、これも緊張しちゃうからダメかな。それより、袖繰りがいいです。お言ってんじゃねえかよ。忘れてた。すいません。ちょっと待って。で、記者の方が、え、何滝川クリステル何このツッコミ、うん、違いますよ、袖繰りです。例えばキッチンで洗い物をしてたとして、後ろから濡れちゃうよって、袖繰り、袖をクリッとまくってくれることです。後ろからってところがドキドキポイントですよね。言ってる、言ってる、20歳の時に言ってます、2016年。いや、そんな覚えてないの。いや、もうちょっと3年経ったら、うん、ちょっと違う、なんか胸キュンがね、今何が一番ドキドキするんですか、ね、今どういう男性の仕草が一番ドキッとするんですか。今ですか、うん、今は、うん、なんだろう、ネクタイ締める仕草とかが、うん、いい感じですね。以上、つぼくらのコーナーでした。すいませんでした。はい、ということで、他の、コーナーへのメールも、募集しております。青井翔太は、探せ、なりきりダウトマン。須田のコーナー、なんでもポジティブ、ダースに任せなさい。久松のコーナー、IQ イクミンクエスチョン。渡辺のコーナー、三連単ガチ予想。クロちゃんのコーナー、現代人の心のほっこりもお送りください。各コーナーの宛先は、オレームアットマーク、mbs1179.com、orem アットマーク、mbs1179.com です。皆さんどんどん送ってくださいね。エンディングでございます。はい。はい。はい、また来週お会いいたしましょう。さあ、わかりました。早い。なんだよ、早いな。早いよ、山の。山のもうちょっとで話そうよ、山の。恥ずかしかったんだって、今日、本当に。顔が真っ赤の。いや、なんで、青抜いたのかわかんない。いや、けど、すごいね。あんまり略すときにね、上をね、抜く人って見たことないから。うん、確かに、うん。そうよね。上と、うん、ね、上の二文字とちょっと最後みたいな。そうそうそう。真ん中抜いたりはするけど。そうですね。うん、でも最近、今の、ドキッとするこのネクタイをキュッて締めるのは、今の、その言い方で何て言うんですかね。あ、ネクタイキュッて締める仕草は、イクミン何て言うのあれは。ネクキです。ネクキ、ネクキュ。はい、それではお別れします。はい、ということで。だから聞かなかったんだから、そんな、なんか思ったんだよ。お相手は、青井翔太と、安田康子、黒ちゃんと、我が家、坪倉と、SKE48 の須田あかりと、久松郁美と、渡辺舞がお送りしました。また来週。さようなら。